在宅起訴された9人の内訳は、県議会議員2人、広島市議会議員6人、安芸太田町議会議員1人です。この9人は検察審査会で起訴相当の議決を受けていました。たった今伺いましたので、明言はできずとも、もうその方向で、必ずや私はこうでしたっていうのを、で最終的に司法の方がどう判断するか分かりませんけれども、そこはきちんと自らで対応していきたいと思います。私がそれをお願いして、そうなったということなので、じゃあこれから皆さんに説明責任をする場としては、裁判でさせていただくということが、正式に決まったという受け止めですね。藤田裕之広島市議ら5人は、非買収の認識はなかったと会見を開き、説明していました。また、佐藤一直県議と渡辺紀子県議は、改めて裁判で争う姿勢を示しています。一方、河井夫妻から200万円を受け取ったとして、起訴相当の議決を受けていた奥原信也県議ら25人を、広島地検は略式起訴としました。最終的に今日出たということで、今更ながらのように河井夫妻の行ったこの前代未聞の本当に見たこともないような、もう悪夢といいますか悪事ですね、これの罪深さを今痛切に感じております。検察審査会で不起訴不当と議決された46人全員については、東京地検特捜部が改めて不起訴処分としています。裁判の中で認定をされていた事実なので、合理的な判断なんだろうなというふうに思いますけれども、改めてこの事件の大きさというのをですね、実感させるようなことだったと思います。